ソウルの超人気スコーン専門店の宝石みたいなスコーン。あんまり美味しいのでハンモックカフェのスコーンを作ります。子供だけで作ってみた。ソウルの北側、ハンソンデイック駅。ここまではるばる来たのには理由がある。こんにちは、こんにちは。韓国のノスタルジーと美味しい食べ物を紹介しているソウル在住のカオです。私、韓国のカフェの中でもスコーンが一番好きなメニューでよく食べるんですが、今日はスコーンだけで有名になった達人シェフがいるスコーン専門店があるというので、そこにスコーンを買いに来ました。ドアを開けた瞬間、ふわりとバターの香ばしい香り。スコーン専門店スプレッド。小さな店内には20種類近くのスコーンが宝石のようにきれいにディスプレイされている。路地裏にある小さなお店なのに、わざわざここまでたくさんの人が買いに来る評判の店。プレーンから始まり、ジャムや抹茶、チョコ、それからアールグレイやゴルゴンゾーラなど凝ったものまで揃っている。スコーンってケーキよりも気軽で、クッキーよりも満足感があって、コーヒーのお供にぴったりだから大好きだ。家でも作ってみたけれど、全然思ったような食感や味にならないので、諦めて美味しいお店で買って楽しんでいる。よし、今日は子供たちとおやつに食べよう。せっかくの美味しいスコーンなので、ミルクティーを入れてハンガンで食べることにした。スコーンは食感がとても大事。このスコーンの食感はすごくいい。外側はカリッと焼き上がり、中はしっとりほろりと柔らかい理想の食感。美味しい。プレーンはバターや粉の風味がしみじみ感じられる。甘すぎず爽やかないちごジャムスコーン。茶葉がたっぷり、豊かな香りのアールグレイスコーン。チョコが美味しい。チョコ美味しい。はい。このスコーンがあんまり気に入ったので、お店について調べてみたら、この店のオーナーシェフが直々に教えるスコーン作りのオンライン講座があった。家でこのスコーンが作れるようになったら最高すぎる。なんとこのスコーン屋さんのレシピ12種類とお菓子作りの原理やノウハウも学べる。すごくわかりやすくて、基本のスコーンならもしかして子供でもできるかも。では今から韓国カフェのスコーンを作ります。저는일단겨울과많은신체적으로바꾸면서완성한이대합을추천을드리고요저희는요거를기본으로한번베이직스코을만들어보도록하겠습니다전서가잘갈리というわけで、子供だけで韓国カフェのスコーンを作ってもらいます。レッスンの内容が本格的なのにとてもわかりやすいので、子供たちだけでどれだけのものが作れるかやってみたいと思います。中2のユンナは年に2回くらいバレンタインやプレゼントにクッキーとかチョコレートを作る程度です。小3のユラはお菓子作りに憧れるお年頃で、今日はカフェのお菓子を作れるということでとても意気込んでいます。ユンナなかなか手際がいいです。卵黄を分けるのも上手。
バターが溶けてきそうでちょっとハラハラしますが、ぐっとこらえて見守ります。スコーンはシンプルなお菓子なので素材が大事ということで、できるだけいい材料を揃えました。世の中にスコーンレシピはたくさんあるけれど、なかなか気に入るものがなかったので、これでスコーンレシピジプシーを卒業できるかもしれません。元気が余って踊り始めました。基本のスコーンは材料も手順もすごくシンプルだけど、カフェで作る時の細かいポイントも丁寧に教えてくれるので、子供だけでも美味しくできるんじゃないかと思います。ゆらがオーブンシートを切るのに挑戦します。初めてうまく切れました。調子が出たので次は生地を混ぜるのにも挑戦するみたいです。もう一回、生地がまとまってきて重くなったのでちょっと大変そうです。次は成形です。これが食感を大きく左右するみたいで、ここも詳しく教えてくれます。ではいよいよ焼いていきます。今のところかなりいい感じに見えます。食器洗いもお菓子作りのうち、ゆらが洗ってくれるそうです。いい匂いがするね。バターの香りが部屋中に漂ってくる。かなりいいビジュアルに焼けてきました。ここにジャムをのせてもう一焼きします。ジャムもレッスンの中で出てくる手作りジャムで、冷凍ベリーと砂糖で甘さ控えめにゆらが作りました。できたー。おお、これはすごい美味しそう。次に入れたプレーンスコーンも焼き上がりました。カフェスコーン完成。すごいやん。あとはケーキドームにディスプレイします。美味しそう。いただきます。焼きたてなのでほろっと柔らかくて、バターと粉のとってもいい香りが広がります。めっちゃ柔らかい。おいしい。売ってるやつみたい。いや、売ってるやつよりもっと美味しい。売ってるやつより美味しい。すごいね。
みたいよ。本当に言ってるみたい。ジャムのもめっちゃ美味しいね。いや、まさかここまでのものができるとは思わなかった。作ってみてどうやった？簡単に作れて、よく美味しくて、すごく楽しかった。日本のカフェやな。お疲れ様、ミッション大成功。